車椅子の説明ですよ。みんな感じてると思うんですけど、これは、まあ、標準型よりもいい車ですね。というのは、どこのフットサポートが外せますよね。こうやって外せるし、アームサポートも外れるので、こうやって跳ね上げ、跳ね上げができるので、これは、普通の車ってこれもできないのかもしれない。よくね、夢タウンとか、ああいう、ショッピングモールみたいなところにあるのは、本当にもうね、これ外せない。これに上がらないとかです。このような車椅子がほとんどです。で、もうああいうところにあるものっていうのは、本当に緊急時に乗ってこいだけの、ね、車椅子なので、それでいいんですけど、でも、例えば、病院とか、施設とかで入所しているとかね、そういう人たちっていうのは、車椅子が意外とその生活の場ってなかったりするんですよね。なので、ベッドで過ごすか、もしくは車椅子に座って過ごすかっていう人は結構います。なので、車椅子の関係ってものすごく大事なんですよ。ね、今ね、これ、車椅子の上何もないですよね。で、この上座ってたら多分10分とみんな持たないです。動けるから、お尻をこじらせるといいんですけど、動かないまま座ってくださいって言ったら、10分に座らないときついです。それくらい辛いことなんですね、椅子って言われて、何もない状態で座る。まあ、今度、時間あったら試してみてください。身動き一つ取らず、この上に座ってたら、多分10分もせずにみんな寝を上げる。それくらい辛い。で、だから、必ずこの上にクッションを置きたいと思います。クッションを置きたいと思います。両方的には。はい。で、車椅子、今から移乗するんですけど、移乗する際にね、ちゃんと自分立ててこうやって余裕がある人だったら、あんまり気をつけなくてもいいんですけど、ちょっとやっぱり介助がいるような人たちっていうのは、こういうところっていうのが結構リスクがあるんです。足をぶつけたり、引っかかったりっていうのがあるんで、もう基本的にこういうの見たら外してもらった方がいいかなと思います。外せるものは。これで、足の怪我の予防になる。これを外すだけ。まず、で、あとは、その人が立てるかどうかというところによるんですけど、より、立ちにくいとか、動きにくい場合はですね、こういうのを上げた方が、立ちにくい場合はこう、お尻をこうやって動かせますからね。こういう邪魔なものがない方がいいですね。あるだけでぶつかる。全然違いますね。そういうところを工夫していきます。で、今からやるのは、まず立ち上がれる人ですね。立位が取れる人の、解除をしていきます。高野先生またいいですか。すいません。両者役でまたちょっと、昨日の演技指導の感じで。立てる人です。で、基本的にはさっきみたいに、立ち上がりみたい、さっきの立ち上がりみたいに立てる人です。で、車椅子付け方ってわかりますよね。こうやって真横につけるんじゃなくて、こうやってつけますよって習いました。習ってないです。車椅子の付け方も大事ですね。そしたらね、車椅子ね、こうやって真横につけちゃうと隙間ができますよね。ここにこういう隙間、これ危ないです。これが開けば開くほど危ないって分かりますね。距離ができるとね。だから基本的にできるだけ密着させた方がリスクは少ない。でもこれじゃ隙間ができるので、こうやって30度、大体30度ってやります。タイヤがあるからですね。タイヤがなかったらベタって横でもいいんですよ、むしろ横の方が移動距離は少なくて済むんですけども、タイヤがあるがために30度にしなきゃいけないんです。これね、はい、こういう感じにします。で、移乗する、こっちに移乗します、ね、移乗する側の足をちょっとだけ出してみます。ちょっとこれがで、なんで出したかというと、ちょっと高いんで普通に、立って移動してください。こうなりますよ、足。今立って、あんまり足の位置動かさずにしてます。もう一回ですか。今度足を出してやって、足を出さずにもう一回やってもらいます。はい、どうぞ。まずこういう感じですよね。見えました。はい、もう一回です。今度は足を出してもらいます。見える。見えるとこに来てね。ちょっと見えるとこ。足が今ちょっとね、もう一回行きましょうか。見える。見える位置に来てます。じゃあもう一回お願いします。
こう今ねじれましたよね、今ねじれて、で足痛めてる人だったら余計痛いし、うん、多分筋力落ちてる人はもっとね転倒する場合もあるかもしれない、ひどい場合もですか。で、はい、足をちょっと出してもらいます。これでやってみましょう。ちょっとねじれが少ないって見えますかね。それ見えたらこっちは見やすいけど、出してた方が要は足の位置をあんまり動かさなくていいんですよ、ね、これ分かるよね。だから出さないと大変なんです。ちょっと足がねもつれやすくなる、はい、だから踏み返しが最小限です。踏み返して、まあ、足をこう動かすっていうのが最小限です。だから基本的には足を、ね、出し移動する側の足を出すっていうのを覚えてください。でこの方がね麻痺のある人、肩麻痺の人だったら、もしね右麻痺としますよ。右麻痺、右の方が麻痺よ。そしたらこっちの方が力出にくいですよね。でも今から打つのこっち側ですよね。ちょっと打つとしますよ。打つとこっち、こっち。どうなると思います？もしダランダラの人だったらこっちに打そうとしたらどうなると思います？打つとしたらどうなると思う？こっちでしか使えない。はいはい。できないことはないんですよね。できないことはないんですけども、うん、不安定ですよね。基本的にはだから麻痺がある人は麻痺側にはあんまりつけません。基本的には麻痺のない方に車椅子だからこっち側につけます。こっちいい方につけてこちらをまあちょっとだからちょっと切り替えます。左麻痺にしてる、左麻痺してさ、だからいい方に車椅子をつけて、はい、でこちらの方を持って打ってみます。こうやったらこっちに体重乗せれますよね。だから麻痺のない方に基本的にはつけます。はい、戻ってもいいですか。でもそうじゃない場合もあるんですよ。なんていうかな、ポータブルトイレがとかですね。あとはどうしても車椅子のスペースが作れない時とかもあったりします。反対側にこう回せないとか、ここにバーがあるとかね。でそういう場合もあるんですよ。だからどうしてもいい方にばっかりつけれない場合もあります。でそういう時はまあ、この後やるんですけど、まあ、そうですね、ちょっとまた切り替えていいですか、麻痺をしません。麻痺が、右麻痺としますね、今ちょっとこっちが使えない、あんまり使えない。場合は、異常速度を出しますけども、こっちも。でも、こっちの方を中心にして体重を出してもらって、こういう移り方をすると、いい方に体重を移して、移る場合もあります。わかりました、高橋先生、どうですか。こっちに体重かけるんですよね。結構こんがらがっとる。こんがらがる、大丈夫。難しい、結構難しいってこと、うん、はい、まあまあやってみたら分かる。自分で体感してみたら分かると思う、うん、ちょっとごめんなさい、話を戻そう、はい、ちょっと話を戻します、はい、すいませんね、今からやるのはちょっと先の音をちょっと一旦忘れておいていいので、立ち上がってから移る、配慮しますね。で基本的には立ち上がれる人なので、ここ持てるのは持てまでもいいです。立ちますよーで立ちましょうですね。よいしょ。で、こういう先ほどの立ち上がりと同じように誘導して、立って体重を移ったら、こっちに回らなきゃいけないんですよね。で、その時に、ちょっとだけしてください。こちら側が回る軸なんですよね。だから、そこに介助者が手を当てておいて、ここに軸を作ってあげます。で、こうやって回る。ここで回りたいんですよ。だから、はい、軸を作ってあげる介助と。よくでもやっちゃう、介助士がやっちゃうのはこういう介助なんですよね。出しますよ、いいですか、せーの、よいしょ。全然違うと分かりますけど、ね、うん、今のは介助者を軸に作って自分を中心に回した感じなんですよ、うん、いいですか、自分を中心によいしょって今は介助者を軸に回したんですよね。これは相手はどっちかというとこう動きを無視しているというかね、うん、無理やり動かされている感じになっちゃうんですけど、もう一回ちょっと怖いですね、はい、なんかないがしろにされている感があるでしょう。でもそうじゃなくて、まあ、これ同じようにしたとしてもあって、ここに軸を作って、相手の中に軸を作って自分が回るようにして回路するとちょっと安心感というか自分が動いている感があると思うんですよね。まあ、ちょっと難しいですけどね、相手の中に軸を作る、から
まあ、立てる人ならば立ちますよ。で、この人の中に軸を作って動かしていく、まあ、この手だけで少し回す。体重者が動くってことですか。はい、腰かじゅうというのはこれ、ある程度タイプ別ですよ。今、これ立てる人しかしないです。立てる人にこの会場です。ある程度立てる人にこの会場。ちょっとこれやってみましょう。相手のこの腕のところに軸を作ってやる。誘導って感じですね。ここ難しいね、これ。で、車椅子を外れるものを外してください。